僕らの別荘。皆さんこんにちは。今日もやってまいりました、ラディッツコンノです。みんな一緒に行くぜ。3、2、1、カメハメハー。やられるぞ。今日もやってきました、ラディッツコンノの、お料理教室。なんでキッチン立つとラディッツコンノになるんでしょう。彼は今日はね、ちょっとお米を炊いていこうかなと思うんですけど。シンプルだね。はい、ただ炊飯器は使いません。こちらの鍋で、本日はマフーバをやっていきたいと思います。マフーバ、はい、鍋でやっちゃう。これがストーブっていう鍋で、そう、ストーブって商品名、ストーブっていう、そうそうそう、うがちゃんとあれでしょ、カタカナのうやつでしょ。あ、そう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 、ストーブじゃなくて、そう、ウボウのウね、ウボウのウ、うん、なんで言いたくなったの。ウボウのさ、ボウとかならさ、うん、わかるけど、ウボウのウはウだよ。ウボウのウって言ってるのと一緒だよ。合ってる？間違ってないでしょ、だって。合ってるよ。ねえ、間違ってないんだ。頭に伸ばし棒がついてんだったらわかるけど、そうそうそう、うん、ウサギのウと一緒だよね。うん、そう、あ、ウサギのウでもあるやつね。うん、そう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 。だけど、ウボウのうだよね。もう合ってる合ってる。まあこれで炊いていくんだけど、はい、僕ちょっと丁寧な生活をしておりまして。ああ、そうですか。そんなロン毛なやつが、そう、こんなロン毛なやつが。怠惰のせいのロン毛じゃないの。丁寧じゃないと維持できないから。ああ、そうなんだ。ツヤ感とか、この清潔感。ああ、そう、うん、だからこれでちょっと炊いていくんだけど、うん、今日はそのまあ鍋で炊くお米の良さをみんなにちょっと伝えていきたい。まあなるほどね。正直別にもう今炊飯器で30分とかで炊けるじゃん。でしょ、うん、鍋でも30分で炊けるから。それってさ、具体的にさ、炊飯器で炊く米の悪さを伝えるってこと。まあその象印さんとかを敵に回したってこと。タイガーさんとか、あいつら黙らせろ。全部だけ全否定する。まあで、もうお米は浸水させてあります。ああ。浸水っていう、まあちょっとお米に水を含ませる作業だね。これ何分ぐらいやったの？これはでも1時間以上つけてんだけど、うん、お米ってその入る量がもう決まってるから、お米の中に。含有量ってこと？水分の。そうそうそう。だから前日の夜からやってもいいし、うん、夏場だったらまあ大体15分から20分ぐらい。あ、で冬だったら30分ぐらい。秋は？秋だったらまあ間取って27分ぐらい。この状態のやつなんで、もうこれ水切って、うん、炊いていきます。簡単です。いや、こんなんやってんだ家で。これやってんのよ。すごいな。超楽しいの。で、まあ、ここでちゃんと水分切ってくださいね。じゃないと水の量ちょっと変わっちゃうから。やっぱね、これをもう入れる。でストーブって何がいいって、やっぱね、簡易的な圧力鍋みたいな状態だから、うん、蓋が重いから、うん、圧が入るのよ若干。それによってよりふっくらお米が炊ける。この人は未だによく分かってない圧力鍋の仕組み。だから何なの？圧力かけたから。圧力かけたから細胞が破壊されて多分柔らかくなったりする。あ、細胞が破壊されるっていう多分、ね、うん、で、今日はこちらの、はい、ミネラルウォーター、ミネラルウォーター使っていきます。これをまあね、ミネラルウォーターねーって思うでしょ、うんうん、水道水の方がいいんじゃないって言ってる。いや、あんま思わないかも。思わない、うん、あんまり思わないな。まっすぐミネラルウォーターの方がいいと思っちゃう。だいたい1合に対してまあ200が目安、うんうん、でもさ、ここそれこそ好み出そうだね。そうそう、目安なんだ。なんかお米の水なんてもう厳密にやらなきゃいけないと思った。いや、なんとなくでいい。その季節、それこそ季節とかによって変わるから。どっちの方が増えんの？夏のが少なくなるんじゃないの？湿気とか、ね、湿気が入る分、そうか、あれが違うから。で、でも俺はね、うん、ちょっと200だと若干柔らかい、うん、みんな柔らかいのがいい。あ、僕硬い方が好き。硬め？マチは？お米好き。お米好きだよ。あの子お米好き。硬めでよかった。だから今日はちょい硬になるようにちょっとやってみます。あ、お願いします。ダメだったらごめんなさいっていう感じで。550から60ぐらい、ちょっと40から 50g ぐらい減らしてみます。え、そんな減らしていいの？うん。大丈夫。すごいね。ねえ、確かに。でも、かずきと俺はやっぱ軽め焼きの成功例があるから。そうな、量に関してはもう、うん、天性のものがあるもんな。ほんとにそう。だってお水なんてこれもう、うん、ほら綺麗でしょ。綺麗。これ見て、ほらこうやって、うん、飲めるし。いや、そりゃそうだよ。ミネラルウォーターこうやってかけちゃっていいんだから。やめて、そのかずき。すごい綺麗にできるんだから、これで。その後、時折見せるその狂気性やめてくれる。これでいいんだから。ジーンズのまま風呂入ったりとかさ。でしょ。でこれ見てらんねえんだ、あれ撮影終わった後の。乾かしてる時間とか。炊いていきます。これね、中強火ぐらい。鍋からこれちょっと見て、こへ鍋から水がはみ出ないぐらい。あ、水じゃない、火。
あーなるほどね、うん、あの鍋が、まあ、ふつふつしてくるまで待ちます。はい、じゃあ一回ちょっとジャンプしていこうか、うん、せーの、ほいほいほい、あ、横から来た。なんで横から来たの斜め上だったのこの世界線ちょっともう時間がないから、ね、あ、そんなこと言ってるねそう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 、あ、すごいじゃん。でもね、今これ泡がさ、わかるかな、ちょっとねっとりしてる感じで大きく気泡がなってる状態、うん、わかる、なんとなく、まあまあまあ、ねっとりしてるのはなんとなく伝わるよ。最初細かいんだけど、こっから大きくなってくのよ、うん、で、このぐらいになったら、うん、もう割とOK状態としては、うん、で、一回鍋肌からこうやってこう、あ、焦げないように、そう、これはボーイスカウトのみんなも必見だねで、こうしたらちょっと整えて、うん、もうあと蓋をしてごく弱火、ごく弱火、このぐらい、あ、もうほんと当たってるか当たってないかぐらいだね、うん、にして10分、他10分、はい、で、あともう10分経ったら、うん、火止めて蒸らして10分、なるほど、終了、はい、はい、ということで一旦10分後に、10分後お会いしましょう。 OK、 はい、あ、10分後じゃね、20分後か、あ、20分後じゃね、もういいや、あ、止めていいよ、なんか怖いってはい、ということで、うん、もう20分ぐらい経ったので、はい、まあ弱火にして10分で火止めて10分、うん、以上、なるほど、蒸らし時間も終わったと。なるほどね、いきます、行く、ちょっとじゃあここで、みんなもいい、オープン、お米のオープン見なくていい、うん、みんなは横になってるから、ほんと、うん、見たいよ、見たい、見に来いよ、行きます、オープン、何してんのはごめんなさいOK ね、いいよ、はい、3、2、1、どうぞ。おお、すごい、あ、綺麗だね、お米立ってる、これちょっと近づけたい、湯気で見えないかな、すごくない、でも、あ、ごめん、湯気でダメだ、いや、でもさ、すごくないこれ、前までいかない、あ、結構いいかもよ、あ、多分これ結構硬そうだね、うん、うん、良さそう、良さげ良さげ、ルックスぐ、群抜はい、お米炊き上がりました。みんな好きな分だけ取っちゃってください。そして今日のお米のお供こちら、はい、仙台の、牛タン鮎、まそう、はい、美味しそう、これほんといろんなメディアで取り上げられてるらしいです。僕も食べたことないんで買ってきました。僕もメディア見ないからね。僕メディア見ないんで、はい、メディア嫌いで有名です厄介な人だな厄介な YouTuber だな。そしてこちらサーモン塩辛、あ、出ました、今度の、もう、ね、今度が作ったと言ってもいいよこんなといえばこれ、ラ、スプーンないの、これスプーン、スプーンあるよ、うん、あるけど、うん、めんどくさがりの田中洋次、あるよ、あるよ、あるけど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 、あるあるよ、あるあるけど、まあいい、ラー油だから、田中洋次さん、あ、じゃあお米もそれをしちゃおうか、うん、ちょっとケムちゃん、僕の分もいいっすか一応ね、一応あのうちにあるのり玉、卵かけご飯、いいな、まあ、これもできますから、まあ、まあまあね、のり玉ってうまいよ、のり玉、のり玉大好き、すき焼きのやつ、あ、あるね、ある、いいよね、ちっちゃい時ずっと食ってたわ、のり玉で、あるな、オッケー、好きなだけ、まあ一回まず切り行こうかな、切り行こうかな、いただきます、いただきます、あ、美味しい。本当だ、美味しい、あ、違くない、なんか久々にこの美味しさのお米食べた、うん、でしょ、粒おっきい気がするな、やっぱ、うん、ふっくら炊き上がる、どれか米使った、どれか米使ってない、使ってない、どれか米シンプル米、うまい、美味しい、美味、うん、しい、美味しいわ、ちょっと炊き加減もめっちゃいいわ、うん、いつものね、これさ、いつと、これ食べるとさ、はい、あれ思い出したんだよ、うん、みんなでさ、これさ、食ってさ、めっちゃガツガツ食うみたいなさ、うん、あ、ノリやってる最中でさ、ね、石が自分の料理出してさ、台無しにしてやめろよ、これもありますけどねやめろよ、いらないいらないいらない、今言うな、あの衝撃映像思い出したから、過去掘り起こされるから今俺、俺の奥さんが今度のために買ってきたサーモン塩辛勝手に全部食っちゃったみたいな、あったな、あったな、あれショックだったよ、小平ごめんちょっと今日持って帰れないから置いてくわ、うん、そうだよ、ね、って言ったのに、うん、次の週来たらなくなってた、うん、で、え、俺食っちゃダメだったな、ごめんみたいな、誰のか分かんなくて食った、一番やばい誰のか分かるか一番食うの一番やばい、サーモン塩辛前にちょっとこのラー油いただこうかな、あ、俺もちょっとね、これ食ったことないのよ、え、これね、
味覚関係すごいゴロゴロ入ってるの、ほら本当だ、もうちゃんと牛タンじゃん、本当に、はい、牛タンとラー油か、食べるラー油的なものみたいなものだと思うんだよね、全部うまいよ、あんまりでもねない組み合わせだね、なんかすごいなんか推し商品、絶対うまい、ちょっと匂いでわかる、甘めな感じ、甘めかも、甘めだしラー油の匂いめっちゃ、うまそう。ちょっとこれはすごいね。具のとこもらいます。ああ、これ美味しいだろうな。うまい。うまい？うまい。マジ？うまい。いただきます。ちょっと食ってみたかったんだよな。あ、美味しい。ああ、美味しいわ。ああ、うまいな。うま。あま。困ったな。これすごい。おいしい。あ、うまい。なんかこんなに。お米が美味しいとやっぱなんかご飯のお供とかもめっちゃ楽しくなるな。ね。探したくなるでしょちょっと。そうだね。それこそさ地方行く機会多いじゃん。めっちゃあるんじゃない。めっちゃある。うまいの。うまいなこれ。やばいな。やばいな。これで一杯いっちゃう。うん、全然。もう本当は本当は全部いってってる。うん。この今後があるから。うん。まあ、ちょっと残ってるから。おかわりもしていいから。これやばい。三連勝からどうですか。このちょっとこうこってりしたものいった後にまた魚の別の脂の感じをね。ごめんね。しかもしちょっと全然全然美味しい。幸せ。これ間違いないからもう。これはね、これもう俺東京来てずっと言ってる。いろんな人にこれが一番美味い。カズキはそうか、あの持ってきたんだよな。そう。秋葉原の物産展かなんかで見つけた。いや違う。これはもうもっと前に教えてもらった。あ、そうなんだ。そうそう。あ、ま人から教えてもらった。これなんだろうな。なんかさ、これさ。これ白米と食ってうまいんだよな。これ多分酢飯より白米の方がうまくない？うまい。うん、うまい。うまうまなんでさ、これ酢飯より白米に合うんだろう。海鮮なのに。なんか。やばい、これ。よくないな。いや、お前その商品をさ、よくないとか言うのねえよ。うるせえよ。うわ、お前その暴言の前。おい。お前。やめな、お前。暴言一番か言うアホ。のりたま。うん。10年ぶりぐらいの気するけど。あり得るな。振りかけ来ないよな。いや、そう、俺も久々に買ったの。でも、こんぐらい出た方が美味しくない。のりたまね、がっつりかけた方がうまい、ね。あとさ、お弁当に入れてさ、蓋した時さ、しなしなになるよ。うん。あれもうまかった。うまい。あの、熱気でさ、ペチャってなっちゃう。そう、あれが好きだったんだよ、俺。なんか結局、のりたまに落ち着くみたいなとこあるよね。あ、うまいね、のりたま。あ、うまいな。箸置いてやれ。本当に何味なんだろうな。のりたま大好きです。のりたまのおにぎりとか食べてたしな。うまいな。うまいな。これマジで大事だよ。いただきます。まあ、のりも卵もわかる。何味だこれ。のりたま味だよな。ね、ああ、おいしい。のりたまだ。うまいな。めっちゃうまいわ。うまい。一番好きだったわ。のりたま？のりたま。お母さんとどっちが好き？いや、のりたまっしょ。お前変化するぞ。のりたまかけてくれるから好きなんだよ。お母さん、お母さんは。うん。のりたまにお塩もいいね。でも、のりたまにお塩はさ、もう濃いのりたまじゃん。そう、めっちゃのりたまが濃くなった。あー、卵かけご飯いいな。あ、俺全部僕もね、それ用に残してる。全部うまかったけど、これは面白かったね。わかる。でもこれと卵かけご飯も合いそうだし、ね。うわ、あーやん。ねえ。なんてこと言うのやな。でもそれやるつもりで今から卵割りますね。正直これも卵かけご飯絶対合うしね。確かに2パターンいけるだもん。卵に絶対よこれ。え、もうちょいさ、そのさ、タレの部分多めの方がいいんじゃない？うん、そうだね。ラー油なるほどね。湯の部分もね。そう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 。確かに割るとこいい。うわ、こんなうまいでー。うわ、うまそう。うわっ、いっちゃうよ、もうこれマジでうまいわ、サーモン塩辛。これ最近さ、花まさに売ってんの。びっくりして、これマジで。うん、嘘つくなよ。嘘ついてないね。やっぱ5リットルだから売ってんの。5リットルで売ってない、花まさだからって。うまい。えっぐれ、卵だけに、卵だけに。じゃエッグにそっちに。いいよ、みんなエッグ食べないですか。うわ、どうした、あの、どっちがいい？
卵と合うはこっち。あ、そうなんだ。これも単体で美味しいじゃん。そうだね、確かに。がマイルドになるって感じ。これはもう、かけ算。こっちは足し算。足し算。足し算。これと、これと、お母さんのどっちが好き？これと、これ。これ買ってくれるからお母さん好きなんだ。めっちゃ美味しかった。うまい。うまい。最高。何個大体これ？これ3。3すぐなくなっちゃった。1だろ今の絶対。いや俺こんな食うと思わなかった。みんなこれで最後。美味しかった。最後は卵揚げご飯シンプルに。いいね。醤油で。ね、俺めんつゆいっちゃうわ。卵揚げ。あ、わかる。めんつゆうまいよな。うまいね、めんつゆ。卵かけご飯のめんつゆうまい。一番うまいよね、めんつゆが。納豆にさ、塩やったことある？ない。そんなに。ちょっと今うまいものだって。じゃあいいです。なんかでもいない、そういう人。納豆に塩の人いない。初めて聞いたことある。あんま聞かないな。でも、ね、なんか砂糖も知るんですか。あ、それは聞いたことある。なんか、タレは入れた上でどうですか。タレは入れた上で入れない多分。あ、まあ、それだけでいくんだ。それはないな。俺納豆にも卵もあんま入れたくないんだよ。納豆結構まんまが一番良くない。そうだね、まんまが。わかる。あんま米にも入ってない。納豆なんだよ。まあ、それはわかる。まあ、わかる。それはわかります。納豆別に、まあ、これうまいけど俺一口でいっちゃう。あ、でもわかるわかる、うん、僕ご飯にかけんなら引き割りの方がいい。納豆って冷たいのがうまくない。うまい。いや、そうそう、あの温まってんのちょっとっていう感じあるよね。そうそう、冷たいのから納豆。何のために食ってるか分かんない時あるんだよな、納豆って。一口でいっちゃうから。納豆ってさ、味しか食ってないよね。あれ何なんだろうと思いながら。納豆って味しか食ってないよ。でさ、お腹いっぱいにもなんないじゃん、別に納豆だけで。うん、なんない。思い出。うまーってなる。納豆って思い出。そうなんだ。うん、何のために食ってるか分かんない、あれ。パッて食っちゃったキャラ、パック1個。うん、うん、すっごい幸せ。だったな。うん、最後、卵かけご飯。あんなことあったら今こうやって笑って暮らせるからよ。うん、ほんとごちそうさま。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラディッツコンノです。みんな一緒に行くぜ。3、2、1、カメハメハー。やれるかもしれない。